主角跡に整備された交通公園安田城は越後国艦原郡にあった日本の城。白川省の地頭に任ぜられた伊豆の大見市が鎌倉時代の初頭に入法し築城されたと言われている。また、築城された頃は周囲の沼地を天然の堀とした主角のみの館であったが他の鎌倉期から存在する城と同様に戦国期に外角や堀を増設し、 本格的な城郭となったと考えられている。越後大見氏は地名の安田を名乗り、その分家は分岐先の水原を名乗っている。安田氏は戦国時代には洋北州と呼ばれる北越後の国人州として、上杉謙信をはじめとする上杉家の家臣として活躍。城州安田長秀は謙信より血染めの感情を受けており、この書状は現存している。 慶長三年に、上杉氏が合図に違法となると、その後に、本城城に入った、村上頼勝の配下である、吉武右近が入城。さらに元那四年に、堀直頼が、村上城に入り、配下の万城となる。元那八年に一国一条例が発布されたことにより、一旦は廃城。官営十六年、直頼の次男の自家事が三万国で、 安田藩を創設したことにより安田城も陣屋としてではあるが復活する。しかし、その子直吉は商法元年に領地外により村松に移り再び廃城となった。現在は主角部分が自動公園となっており、また周囲には体育館などの公共施設が整備されて、外角部分などの一部は破損しているものの、主角周辺を中心に内堀や土塁などが 比較的良好な状態で現存している。ありがとうございます。